注目を集めたのが小柳ルミ子。日本の情緒を歌ったデビュー曲「私の城下町」は150万枚のヒットとなった。当時 NHK の朝ドラに私出ていて、でその本番の日に当時のマネージャーが、もうルミ子できたぞって駆け込んできたんですね。そこで私はドミミドミファララファラって歌ったら、もう涙が止まらなくて、世の中で私のための曲が初めて生まれたんだって、もう嬉しくて、そこで母に電話してね、ふるさとの母に電話して、電話口で歌ってあげたんですね。はい、そしたら受話器の向こうで母がもう声詰まらせて泣いてるのが分かって、その時の光景はもう本当にまるで昨日のことのように覚えてますね。格子戸をくぐり抜け、見上げる夕焼けの空に、誰が歌うのか子守歌、私の城下町。ルミ子は翌年さらなるヒット曲を手にする。瀬戸の花嫁。当時のディレクターが、もうルミ子ってもうすっげーのができたぞって、その平尾先生の曲と山上先生の詩が同時進行で別々に作っていて、合わせたらピタッと瀬戸はって合っちゃったんです。奇跡ですよね。いまだに平尾先生もああいうことはもう本当奇跡だっておっしゃいますしね。はい。日暮れて夕